よいしょ。どうも皆さんこんにちは、寺さんです。今日は久しぶりに Vlog を撮っていきたいと思います。イエーイ今日は Vlog 撮っていくんですけど、なんで久しぶりに撮ろうかなって思ったかというと、今日はですね、編集合宿をやっていきたいと思います。今日僕の YouTube のエディターを担当してくれている人を今から迎えに行ってって言っても、僕のいとこなんですけど、僕をいとこ迎えに行って飯を買って家に帰ってきて、編集のやり方をレクチャーするっていう日にしたいと思ってます。まあ最近撮ってなかったんで、まあ、ゆるい Vlog やっていければいいかなと思います。最近どうですか？何が？子育て順調ですか？うん、楽しいよ。一番最近悩んでることは何ですか？何だろう、離乳食かな。ああ。どう？今後の離乳食。うん。作るのが楽しいんだけど、なんていうの、アレルギーがさ怖いなと思って。今日はモスバーガーに、晩飯はモスバーガーに決定しました。持ってきました。これからエディターを迎えに行きます。よちょっと待ってください。うん。うん。こんばんは。何してんの？うん、今 Vlog 撮ってるから。よう。受験はどうだったの？入試は。いや、分かんない。全然分かんなかった。まあ、社会はめっちゃできた。めっちゃ、まあ、できてるか分かんないけど、できた方が。おめでとうございます。今年も定員割れ？割れ。じゃあまあなんとかなるでしょう。多分知らんけど。じゃあ行きますか。さあ編集合宿の始まりです。充電器持ったの？また持った PC 持った？持った。やる気は持った？やる気は持った？持ちました。ちょっとね、肩凝っててね。この辺だけが肩凝って頭闇が。あら、気をつけて。まあ大丈夫でしょう。湿布とあれだから臭いかもって。お願いします。じゃあ行きます。バイバーイ。お願いします。いやこんにちは。私はこれから合宿に行きます。顎もこぼしたら。顎映しながら喋ってる。うん、我が家へ帰ってきた。突然我が家に帰ってきた。あのメモリー SD カードが容量不足を迎えて、あのなんか知らんけど、うちに帰ってきてから再開となりました。停電いっぱいだ。なんだかいっぱいだ。
ぱいだな。モスとポテチとお菓子とジュースとですね。じゃあ食していきたいと思います。それじゃあ始めますか。今日は何日にうちに来たんですか。編集合宿です。今盛大になんか合宿しないで楽しんでたでしょ、一人でじゃあ始めましょう。始めましょう。どうですか調子は。まあまあまあぼち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 ですか、うん、ぼちぼち。ミンドグレー。おっとあったあったよ。ほら絶対見てる多分。ミンドグレー合ってない多分。合ってる。有名な方だとダニエル・シファーさんとかピーター・リンドグレンさんだとか、あとは僕が崇拝してやまない。素晴らしい。そうでここまで来ましたと、うん、で来た状態になったら次はね音声じゃねえ俺が喋ってる方の素材を切るじゃん、うん、俺が喋ってる方の素材を切ったのと同時に、うんうん、そっちを切った場合、うん、画面のやつも切らなきゃいけない。どういうこと？画面のやつ？そう、だから今までは俺の素材をさ、うん、とにかく切りまくってさ、うん、あれじゃん、変な風に喋ってる部分を繋いでってっていう風に、うん、OK シーンと NG シーンを一緒に、うん、一緒に、うん、みたいな、うん、NG シーンをなくして、うん、OK シーンだけを繋ぐっていうカット編集をやってたんだけど、うんうん、それが画面のやつが取り残されることになっちゃうじゃん。俺の OK シーンだけバーってやったらさ、画面収録してる素材の方がさ、残り続けるじゃん、うん、カットしたところがそうそう、うん、だから俺の素材をカットしたら画面の方もカットしなきゃいけない、うん、両方やんなきゃいけない。同じにやる。同じくね。そう、めんどくさいでしょ。めんどくさい。そうだけどそうするしかないんですよ全てのこの世のクリエイターは全く同じにやんないといけない。そう、みんなこれやってるわけ。どうしようもないからこれに関しては、うんうん、めんどくさいでしょ。うん、めんどくさい。でもこれやってもらうから。うん。なんだっけ、あの今なんだっけ、今これやってんの、編集合宿やってるんですけれども、1日目今日で終わりますけど今日で終わる編集合宿なんですけど、動画の編集のやり方を今ね、いとこのゆいちゃん今エディターをやってくれてるんですけど、そのエディターに編集の仕方の、まあ、真髄というかもっと細かいところをね今教えてたんですけど、どうすか、いい感じですか。はい、編集の幅が広がりましたので役に立てるかなと思います。お、以上。感激でした。はい、感激でした。すげえ、すごい感激でした。すげえスキルがいっぱいありました。そうですね、あの音声のやつは結構いい感じでした。お、やっぱちょっとした工夫でね動画の見やすさが変わるので、まあいろいろ頑張っていきたいなと思います。そうですね、はい、今後はそれをというか、今後はその動画編集でどういう人になっていきたいんですか。どういう人になっていきたい。何を目指してるんですか。何をしたくて動画編集してるんですか。何をしたくて、ああもともと弾き語りとかそういうのを、はい、動画撮って YouTube に上げたりとかそういうのをしてみたいなというふうに思ってたので、まあそういう自分のこれからの音楽活動とかそういうのに、なんだろう、何そういうのに行かせたらなって思って、テラさんの動画編集するっていうのを、そうそう、あと Vlog も撮りたかったしね、はい、っていうのを
実験台にして、そうっす。踏み台にして、そうです。踏み台技術を学んで、そうです。やっていきたいなっていう感じですね。そうです。はい。なんでそういうキャラなの？そうです。そうです。はい。そうです。そうなんです。はい。ということです。ぜひ動画編集やってみたいなっていう人がいましたら、声をかけていただければと思います。Facebook のメッセンジャーとかね、でもいいし、あの YouTube のコメント欄のところにコメントしていただいてもいいので、あの動画編集やりたいっていう人がいましたら、ぜひとも声かけていただければと思います。あれだ、実際に会えない場合でも、俺 Zoom やったことないんだけど、あ、まあ Discord の画面とかでもできるし、なんかあの LINE の画面共有とかでも多分できるかなと思うので、あのオンライン上で動画の編集のやり方を教えてほしいっていう人も中にはねいるのかなと思いますので、そういった方もぜひとも声かけてくれれば嬉しいです。それでは今日はなんかだいぶ緩めの、だいたい俺の Vlog ってどっかに行くか誰かを呼ぶかでしか今まで撮ってないけどそういう感じのね Vlog をまだ今日もやりましたということで終わりたいと思います。いいですか。はい、ありがとうございました。はい、それではまた次の動画でお待ちしてもまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。